皆さんこんにちは、法徳学院学習ブログのとしです。今日は、中学1年生の歴史、室町時代の農村と町、都会ですね、都市の様子、これについてお話しします。農村、この農村ではまず二毛作が、全国に広がっていきました。で、天ヶ崎では稲、そば、麦という三毛作も行われていたといいます。さらにこの稲の種類も早く植える早生という種類、さらに普通の季節に植えるもの、ね、遅くなってから植えるものというように品種も増えています。そしてため池を作ったり用水路を引いたりして、耕地が増えていきました。鎌倉時代と室町時代、農地の開発比べてみると、鎌倉時代というのは武士が中心だったんですけれど、室町時代になると農民自身の手で開発していくようになります。そして灌漑用水車、これによって川より高い土地であっても田んぼを作れるようになりました。また肥料では牛とか馬の糞とか堆肥を利用することによって収穫量が増えました。そして商品作物の栽培も始まっています。代表的なものは麻とか桑とかお茶がありますね。だけどいいことばかりじゃないんですね。田んぼというと水が必要ですよね。川の上流と下流だったら水を引くのに上流が有利ですよね。下は下流は不利です。また川の両側で、右側の方が良かったり左側の方が良かったりという水の争いが出てきますね。また戦で田んぼとか畑を荒らされたりします。でもね、漁師に文句を言っても漁師は何もしてくれないんですね。そのため、じゃあ自分たちでこの問題を解決しようと、自分の安全は自分で守ろうということで、農民たちは荘園の境を越えて村の自治組織、荘を作っていきます。この荘という字はもともと糸編の荘、全体という意味の荘ですね。この意味で農民の団結を込めている字だそうです。荘では寺や神社で寄り合いというと村の人たちが集まって開く会議ですけど、これを開いて掟を決めて他の村と交渉したり、年貢をまとめて納めたり、さらには罪を犯した者、これを処罰したりもしました。で、農村はこんなになっていたんですね。流通の方ですね。流通では商業や手工業が活発になって市が開かれる日が増えました。この市では荘のお金が使われていました。荘銭とかね、あとは民銭も使われていました。中国のお金が使われていたんですね。なぜかというと日本ではこの頃、ね、お金を作るのやめちゃってたんで、中国のお金、これで売り買いしていたということです。で、海上交通、船ですね、これが盛んになって、陸上交通では馬車とか車車ね、荷車で荷物を運ぶ人、車車と言いますけれど、これが活躍しました。もちろん鎌倉時代に出てきた問い丸、この人たちも活躍しています。この馬車とか車車という人たち、全国を歩いて回るのでいろんな情報が入ってきます。ですからいち早く一気の情報を伝えたり、または今度は自分たちがリーダーとなって一揆を起こしたりもしたんですね。これ、象徴の土一揆ってありましたけれど、これはもともとは馬借が起こした一揆、これが元になって広がっていったものです。で、幕府や寺社というのは交通の要所に関所を作って通行税を取ったりなんかもし始めました。で、町の様子、都市の様子に移ります。これ貨幣の流通が盛んになると、土葬と呼ばれる質屋とか酒屋が金貸しをして栄えました、ね、土葬を営んでいたのは、ね、お金持ちの商人たちです。なぜ土葬と呼ばれるかというと、これ質屋ですからお金を貸すとき、ね、その質草っていって、まあ、担保として物を預かりますよね。その預かった物を
ね、土の塀でできた蔵に保管していた、ね、土の蔵ですから土葬と、このように呼ばれるようになったんですね。でこの頃驚くことにね、利子年に6割から7割だったんですね。考えられませんね、今だったらね。なぜかというとこれ返ってくる保証がないんですよね。ね、例えば特製例が出たら お金返さなくていいよってことになっちゃうんで、お金返ってこない。だから貸すとき利子が高いんですね。年に6割から7割の利子を取っていた。さらにお寺でも金貸しを副業にしていた。こういうところがたくさんあったようです。そして商人や手工業者の人たち、これは座という組合を作って商品の生産とか販売を独占していました。なぜこんなことができたかというと、組合とか自社にお金を払ったり、あるいは、奉仕をしたりして、ね、保護されていたから、ね、独占ができたんですね。ですから座に入らないとその商売はできないとかね、座で話し合って値段が安くならないようにするとかね、情報の交換をしたりしていたんですね。で、堺や京都の町では町衆と呼ばれる有力な商工業者がまとまって、町の自治を行うようになっていました。これは室町時代の後期の話です。特に京都ではこの応仁の乱の頃というのは京都の町ね、焼け野原になりましたけれど、そこに残って頑張って商売をしていた人たち、その人たちが町衆となっていきました。今回は室町時代の農村と町の様子についてお話しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。